芸人でも本当に来ない人とか言うあだからそれが許される人はたけしさんとかですよね。ラジオの生放送とかテレビの生放送来なかったみたいな。だから、ペップも、毎試合3点取ってくれるなら守備しなくていいよっていう。実際にそれでメッシにはさせてないみたいなね。やりたい時やってみたいな。やれる時やって、最低限してみたいな。そう考えると、デンベレ構成させたチャビです。あれがチャビなのかどうなのか思うんだよ本当に構成してたらパリ・サンジェルマン行ってんのかみたいなとか。 あと、フットボールマネージャーの話、めちゃくちゃ出てきてるニュースあったじゃん。フットボールマネージャーではみたいな。だから、フットボールマネージャーで、デンベレがデンベレ取ろうとしたら、そこを悪すぎて使いにくかったっていう説。結構、冗談のようでマジじゃねえかっていうのとかね。あと、結婚。結婚変わるんですよ。僕、結婚したか分かるんですけど、ちゃんとするようになるんですよ。あの、家族に恥かかしたくないから。自分が恥かいたりとか、僕、結構破滅願望あるんで、別にこんな言うと、別に荒れたって気になんねえわっていうのが。 いやこれ言って嫁さんが辛い思いしたらやだなとかそこの1個入ってくるからねフットボールマネージャー本当性格重要なんだいいゲームだね僕自分監督やって性格マジ重要ですからねだからこの間ドキュメンタリーのチャット欄に性格悪くても勝たせる選手入れてくださいみたいなでそれのチャットの返答であの勝たせるために性格いい選手入れてるんじゃないですかっていうのがあってあこの人分かってんなみたいな 勝たなくていいから性格いい選手入れてんじゃないですよね。性格いい選手って正しい努力をするから、結果、伸びしろがすごいって。まだ、あ、遠藤航が証明してるっていう。破滅願望あるのに、願望ってなんで破滅衝動に近いですからね。瞬間的に、もう別にこんなんでいいかないみたいな。川崎ってなんであんなに優秀な日本人配置できるんですか。いや、全部は分かんないけど、まず、あ、スカウトの人が語ってたのは、考え方がもう人間見るっていう。 そう人としてできてないやつ取らないっていう。ベ,ベンチっていうかあの、メンバー入ってない時の振る舞いだったり、選手同士の会話だったりとか、そういうの聞くっていうのと。で、そういう人たちでさ、構成されたチームに入ってくる若手がそういう子だったら、絶対伸びるしね。あと、フィジカル的なことは当然見るでしょうし。そう。まあ、スカウトにちゃんとお金かけてるんだろうなっていうのはありますけどね、そういうの。っていうか、あとは、まあ、普通に、やっぱりオーナー A チームって強くなるじゃん。で、言うと、川崎がさ、打ってる施策。 その街盛り上げるみたいな。そういうところとか、こう、こう組織として強いんでしょうね。ピッチ上が強いっていうより。その辺は、まあ、J 詳しい方が、まあ、検索したら出てくると思うんで、僕よりも。サム・オモロディオン話聞きてい。や、来期アトレチコにね、戻ってプレイすることしか考えてないって言ってるから、めちゃくちゃ楽しみっすね。だから、あそこで考えなきゃいけないのは、どう見たってメンフィスの方がいいじゃん。<laughs> もらったよりね。うん。 どう見たってメンフィスの方がいいよ。インテル戦もそうだし、あと、あの、バルサ戦も途中から出てきてうまかったんじゃないったっけでも、モラタが使われるじゃん。で、ここで、なんでモラタがよりィスなんだよって言うよ。言うし、言っていいんだけど、ここで考えなきゃいけないのは、それでも使われないメンフィスのことを考える。そこに何があるのか、その行間に楽しいところがあるのよ。 めちゃくちゃゃくおももろいい芸人さんんでで売れてないなんでかスタッフさんとのコミュニケーションが下手なのかネタしか面白くないのかみたいなのであんなにうまいメンフィスが使われないあんなに動き出し悪いモラタが使われるなんでかでメンフィスの場合はリオン以外だと基本主力になってないよね主力の時期もあるけど基本絶対的な立ち位置はあの作れてないじゃんでねあの見た目でうん あのちっちゃいレガースで、ね、あの髪型でラップまでやってるでしょ。だから相当な俺ね、癖強サッカー選手だと思ってるのよ。その癖強すぎて、うまいけどこいつ中心にしちゃいけないっていう風に、いろんなマネージャーたちが、マネージメントしなきゃいけないから、変なやつ中心にすると変な組織になっちゃうっていう、あるんですよ。 うまいけどこいつに力与えちゃいけないって思われる人だから僕はめちゃくちゃ免疫好きですしいっつもこのチャンネル免疫ばっかめえんじゃん免疫使え免疫使えってもバルさんの時もあと1かで言うどうでもそこで使われないのなぜかってところにそこにね面白さがあるんですよそう考えるとね楽しいよねそうラカゼットもそうだよねでもラカゼットはベンチでのあのふてくされ方とかね 絶対うまいんだけどこの選手をロールモデルにしちゃいけないっていうそれがあるんだろうなって思いますねめ逆に言うとめちゃくちゃいいやつで全然見た目と違って癖もないとであんだけのねテクニックだったりとか動き出しもあるとで使われなかったら不幸すぎておもろいしね、うん、それこそおもろディオンメンフィスこそおもろディオンです メンタル重視するチャビとシメをね、あんま使わないあたり、メンタル問題あるんだろうなそうそうそう。まあ、ですのもそうだよね。気は利いてるけど、やっぱり、監督が言ったことに対して、感情的な批判とかしちゃう奴は、瞬間的にこう、動き良くても、使わないし、そいつ中心にしといた場合、チーム崩壊するからね。それは、100-0で選手割れてるわけじゃないですよ。監督にも、選手を納得させたり、説得する力は必要なんですけど、それを行使した上で言うこと聞かねえ奴がいるんだ。<laughs> でそういう人がいないチームって強いんですよ。話し合いは大事なんだよ。話し合いは大事なんだけど、ちゃんとそこで、あのプロとしての振る舞いだったり、演者としての振る舞いをしなきゃいけない。メイン室ぐらいうまかったら、どこまで今日できますか僕は全くしないですね。チームのためにならない行動したら。らうちはメッシーがいたとしても、サークルスクエア書か,かなかったら試合出さないです。 メイスがいいいいたたとしししてててももビルドの更新滞っっら試合出さななギャラも払わないしっていうやっぱちゃんとねそこのチームの心つながってるそれがあるとねみんなで監督のアイデアに乗っかってくれるから強いだからアトリシコがまあねバルサ戦は明らかに強度低くなってたししんどそうだったけどやっぱインテル戦強かったのはあ,あのシメオネのアイデアに100乗っかりしてるからですよ あのメ,メンフィスがうまいから使わない走らないから使わないとかじゃないですよメッシーがうまいけど走らないから使わないとかじゃないそのめちゃくちゃ走ってチームに貢献するやつもいれば走る運動量は少ないんだけど技術でチームに貢献するやつもいるじゃんだけどそこにあるのは全員チームのために決められた約束ごとは絶対守るってことですよ例えばうちで言ったら守備でめちゃくちゃ走ってその 何危ないとこを抑えるとかそこの人粘りみたいなとか頑張るとかそういう献身性みたいなところで言うと多分うんレントかになるのかななんだけどその献身性みたいなその、まあ、ピッチ上の献身性とか運動量。 とかそういうところで言うと、サボる瞬間とかあったりとかするんだけど、チームとしての約束を守るし、俺からの指示を守るし、その上で技術的なところで何倍も他の人よりプラスを出せるってところでオーバーがいるんですよ。でもこのオーバーも裏で、あの、こういうビルドを書かないとか、ちゃんとサークルスクエアで出血のやつ出さないってなったら僕は使わないですよ。でチームにさせられないですよ。そう、だからそういうところで、メッシーは運動量は、それはね、 あの当時のバルサで言ったらラキティッチとかに負けてるかもしんないけどでも技術的にラキティッチに出せないものがあってなおかつちゃんとチームとして守んなきゃいけない決まりは守れてたからメッシュを中心しても大丈夫ですよメッシュのために走ろうってなってるでもメッシュが裏でもそのプロとしての意識が低かったら裏でもというか裏でも表で低いみたいなねなんか裏でもなんかその王様って言われるような王様って役割じゃなくてメンタルが王様その暴君だったら メッシュのために走んないですよ人はそこがね、ピッチ上で運動量多い、少ないと別の話なんですよね、組織へのコミットメントがあるかどうかと、ピッチ上での運動量は全然違うんですよ。で、うちの場合その、徹君もそうだし、でも、徹君が戻るから、他の選手が戻んないっていうのは、うちの組織としては許してないんで。 年も守るし、オーバーも守るし、みんなで攻撃するってチームなんで。だそこの構造が変わることはありますよ。あいつも前残りさせようになることはありますよ。ただ、じゃあメッシーが来てくれたから前残りさせるって戦術にしても、ビルドを書か,かなくていいはなんないです。じゃないと本当にね、この心みたいなところがつながってるかどうかってマジで大事なのよ。で、明日放送されるラジオで、だから俺、あの松木さん好きな理由が、松木さんって熱ある、 ところをその熱を電波で,じゃないですかっってて人にって言ってでベルディ時代にそういうスター選手たちだってくせ者たちをまとめられたのってやっぱあの松木さんがあのあの松木さんを男にしてやろうって人がいたりとか松木が言うんだっていうのでなったって聞いてるんでやっぱそこが現代の名称でもそうなんですよってクロップとかペップとか戦術とか注目されるかもしれないけど実際は人の心を一つにするってことに取り組んでると。なんで マ木キさんってクロップ要素あると思いますみたいな話をした時のマ木キさんの返し聞いてほしいんで皆さんにそれ言われたマ木キさんどうなったかみたいなこれラジオのハイライトなんで明日のラジオぜひお聴きください逆に今言われたことを高水準でできることがロールモデルプロ契約につながるということですあっそうそうそうだから僕プロ契約の時にこういうプレイできるようになってるって1個も言ってないですねちゃんと君この人がうちの 経緯ですうちの正棋ですうちのオーバーですって言えるようなことしてねみたいなそ,うそれさえしてくれればね絶対それできる人うまくなるからね私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。